皆さんこんばんは。タッシアンダンスギャバンです。ちょっとタッシアンダンスの動画も撮りたいんですけれども、今ですね、雑談動画のパート8と9を撮った後で、ちょっと酒が回ってきちゃったんですけれども、ちょっとパオティについてですね、動画を撮りたいと思います。主にタマロワのお子さんであったりとか、タッシアンダンス初めての方がですね、この膝のパカパカ、男性の基本となる動きですけども、パオティをした時にですね、どうしてもこう状態がぐらついてしまうと思うんですけれども、その時に、ちょっと一つですね、状態をぐらつかせない、アドバイスができないかなと思いまして、ちょっと動画の方を撮っております。特にですね、お子さんの場合はですね、状態がぐらついてしまうのかなと、うちの生徒さんもそうなんですけども、ちょっと、そういう方、お子さんがですね、参見されるので、ちょっとアドバイスなんですけども、やはりですね、どのダンスも一緒ですが、目線がですね、あっちこっちに動くと、当然ですけれども、体は安定しません。あっちこっちを見たり、上を見たり、下を見たり、頭っていうのは、体の中でもかなり重い部品というかパーツなんで、これが動くと、やっぱり体っていうのは、ぐらついちゃいますよね。で、下半身は逆に言ったら、これだけ激しく動いてるわけですから、下半身が激しく動いてるときに、上半身の仕事としては、いかに、一つの場所に留まるかっていうことが大事になるわけですね。スナイパーライフルでこう狙ってる人は、上半身を固定してますけど、下半身が動いてたら、おいと。上半身こんな頑張って固定してるのに、下半身そんな動いたら黙っとけよっていう話じゃないですか。だからパオティも一緒で、下半身がこれだけ頑張ってるわけですから、上半身はなるべく下半身の邪魔をしないように、動かない。だから、まずは視線で言うと、やっぱりこう、まずは、一点を見つめてもらう。慣れてきたらもちろん目線を動かしてもらってもいいんですけど、まず慣れるまでは、一箇所を見てもらって、せめて動かすんだったら、目ん玉だけ動かしてですね、頭をあんまり動かさない。頭を動かすと、僕も、酒入ってるっていうのもありますけど、僕もだいぶぐらつきますね。だからやっぱり頭っていうのは絶対固定しないといけないと思います。ぐらつきたくなかったら、最低限頭は動かさないっていうのを一つ、肝に据えていただければと思います。で、頭と同時にですね、やっぱり手のポジションも、もちろん、いろんなポジションを試していただいて結構なんですけれども、これもですね、頻繁に動かさない。手もなるべく、動かさないようにして、十字型。ここで十字を作ってですね、頭も動かさないし、手も頻繁に動かさない。とにかく下半身にまずは頑張ってもらうと。下半身が必死に働いてるんだから、上半身は、集中してあげるというところを意識してもらえればと思います。そうですね。だから、お子さんだとね、なかなかまだ、体幹がしっかりしてないっていうのと、まだその、初心者の方もそうですけれども、バランス、どこにこう、重心があって、どこが安定するのかっていうのがまだつかめてない方は、どうしてもぐらついてしまうのはしょうがないと思うんですけれども、なるべくその視線であったりとか、体の上半身のフォームっていうのを安定させてあげて、早く下半身の、見つけるべきポイントを、いち早く見つけられるためにもですね、頭っていうところは、一番やっぱり重いですから、頭をまずは動かさないっていうところから始めていただくと、もしかしたらパオティの上達が早いのかもしれません。あくまでも個人的な意見ですけれども、参考にしていただければ幸いです。タッシアンダンサーギャバンでした。ありがとうございました。明日も仕事を頑張るぜ！バルルー！